はい。この動画をご覧いただいている方の中にも、ギターを耳コピーできるようになりたいという方少なくないと思います。で、実際にですね、そういった練習も始めているという方もいらっしゃると思うんですけれども、なかなか難しいですよね。ということで、今回は、えー、ギターの耳コピーに適した環境づくりですね、どんなことに気をつけて、えーまあ、準備すればいいのかということですね。そのあたり解説してみたいと思います。 で、まあ、ただでさえですね、えー、まあ、音源聞きながらギターの音だけをこう、取っていく、聞き取るっていうのは難しいと思うんですけれども、まあ、耳コピーを始めるにあたってですね、しっかり環境づくりしてやると、まあ、難しいことには違いないんですけれども、えー、随分とですね、作業がこう、進めやすくなる環境づくりとなりますので、そのあたりのポイントですね、いくつか紹介してみます。で、まあ、ここに書き出してみたんですけれども、まずなんてことないんですけれども、結構 こうですね、私にとったら大事かなと思うのは、コピーしたい元音源とですね、あと自分のギターの音を同じスピーカーから出すっていうことなんですね。で、これ、まあ、ギターの音をこう聞き取って耳コピーする場合っていうのは、ほとんどの方がですね、えー、自分自身もこうギターを持って、えー、自分のギターの音もこう出しながら、で、元のオリジナル音源を聞きながら、えー、両方の音をですね、えー、同時に聞きながら、こう、 えー、音程を聴き比べていくというような作業になると思うんですけれども、まあ、環境によってはですね例えば YouTube の動画を見ながら、えー、耳コピーをする場合なんかは YouTube の、えー、から流れてくる音源は、えー、パソコンにつないだスピーカーからでご自身が弾いてるギターの音は別のところに置いたギターアンプから出ていると。 いうような環境で練習されている方もいると思います。でもこれですね、実際私も両方やったことあるんですけれども、やはり同じスピーカーからオリジナル音源と自分のギターの音ですね、これ同時に同じ場所から聞こえた方がですね、まあ何がいいかというと、より集中して音をこう聞き取る作業っていうのができるんですね。 で、まあ集中できると言いましたが、その集中力もですね、やはり、えー、こう持続する傾向にあります。ですから私が耳コピする場合はですね、もう必ず、えー、ギター、自分のギターから出る音と、オリジナル音源、同じスピーカーから出るような設定にまず、えー、します。これ非常にですね、ちょっとしたことなんですけれども、大事だと思います。 で、あとはですね、より集中して細かい部分まで音を聞き取りたいという場合は、やはりヘッドホンが、えー、いいと思いますね。まあ、これに関してはですね、多くの方もされてると思いますけれども。で、あとはですね、スピーカーで再生した時の方が、こう、全体ですね、特にバンドなんかの場合は、全体の音の流れとかコードの流れとかですね、 えー、そのあたりがわかりやすい場合がありますので、まあ、パートによってはですね、ヘッドホンとこう併用する形がベストかなと思います。ですから私もヘッドホンでですね、細かい音を取ってですね、タブーなんか書いた後にですね、チェックする場合はスピーカーで、えー、ヘッドホン使わずにスピーカーから音を出して、えー、もう一度チェックするっていうような作業もよくやります。 で、あとは、えー、耳コピする場合にですね、えー、ご自身もギターを弾くと思うんですけれども、その時の、えー、ご自身のギターサウンドですね、えー、ギターの音質、まあ、この音作りもですね、えー、やはり自分自身がこう聞き取りやすい音質にするっていうのが大事ですね。ですから、オリジナルの音源を鳴らして、同時にこう音を出した時に自分のギターの音が聞き取りにくい、えー、音がちょっとこもっていて、 え、オリジナル音源の中にこう、え、埋もれてしまうような、え、音質に設定してしまっているという場合はですね、やはり、え、オリジナルの音と自分のギターが出し、ギターで出した音のですね、音程が、え、なかなかこう、聞き取りにくいというのがありますので、 やはりご自身が出しているギターの音も、えー、まあオリジナル音源で埋もれないような音質にするっていうのが大事ですね。で、あとはロック系の曲をコピーする場合も、まあ、えー、あまり音をこう歪ませすぎないということも大事になってくるかなと思います。で、あとはですね、機材関係のことですけれども、えー、まず大事なのはですね、えー、私もよく利用しますけれども、 え速度が落とせる再生のこう機材であったりアプリを用意するということですね。当然ですね、スピードを落としてもピッチ、曲全体のピッチは変わらない、変化しないという機能を持ったものを出ないとですね、スピードを落としてピッチも下がってしまうとも全く耳コピできませんので、速度を落としてもピッチはえーノーマルのレギュラーのままでえ速度だけ落とせるという。 ソフトとかですね、アプリなんかをこう探すといいかなと思います。で、あとはですね、これもあれば便利だなと思う機能は、えー、まあピッチですね、曲全体のピッチをこう微調整できる機能がついたもの。これ案外ですね、古い楽曲なんかをコピーする場合、まあ通常ですね、ギターの場合なんかだと5弦、A の音を 440Hz でチューニングしますけれども、割と古い楽曲の場合はですね、 これ元々のチューニングが違う場合もありますし、多重録音を何度もしてですね、で、マスタリングまでこう行く段階で何かこうテープの回転がえーちょっと狂ってしまったりということもあると思うんですが、そういったことが原因でですね、曲全体のピッチが高くなっていたり、低くなっていたり、結構ですね、よくあります。ですから私もえそういった楽曲の場合はですね、何かわかりやすいコードとか、 単音をまず取りまして、で、その部分でですね、えー、まあ、ファインチューニングで微調整して、えー、ぴったりピッチが合うようにですね、えー、チューニングをすると。まあ、音源の方のチューニングをするっていうことですね。これもよくやります。で、あとは便利な機能としては、やはりワンタッチでですね、5秒ぐらいパッとこう、えー、巻き戻せるような機能。これはもう絶対必要ですね。 でこの辺がですねなかなか、えー、パソコンとかスマホでですね、えー、やりづらい、えー、音源の場合もあると思うんですけれども、まあ、この機能もですねあると、えー、かなり便利になりますねでこのワンタッチで戻れるっていう機能はですねいつも私が動画撮影で使っているボスの、えー、JS10 ですねこのアンプにも、えー、そういった機能がついているんですけれども まあ、よく言えばですね、このど,どれぐらい、何秒ぐらい戻るかっていう、この秒数のですね、設定なんか変えることできたらすごく便利だなと思いますけれども、なかなかその戻る秒数を設定変えられるっていう機材なかなかないですよね。このあたり何かこう耳コピ専用マシンみたいなものをですね、ボ、え、ス、ー、さんとかローランドさんから出るといいなと思っているんですけれども、もしそういった製品開発ですね、 お手伝いできることがあればメーカーの方もお声がけくださいでさらにですねあると便利な機能となりますとまあ、えー、よくバンドもののですね楽曲の場合ギターだけがこう右チャンネルに寄っていたり左チャンネルにこうパンを振っていたりしてですね片側のチャンネルからしか、えー、ギターが聞こえないという場合がありますそういった場合はやはりですね、えー、片側のチャンネルだけを えー、センターに持ってきて聴けるようなそういった機能があると非常に便利ですねでこれもですね b o の JS10 に音源をアップロードして聴くとですね実はその両方のチャンネルをですね5人に切り替えて、えーまあ、センターに持ってきてですね聴くことができるというような、えーまあ、簡易的なものなんですけどもそういった機能もありますので割と JS10 はですね耳コピュする時も便利かなと思います。 であとはまあボーカルキャンセル機能なんかもあると便利ですね。でまあえー、先ほど言った BOSS の j s テンなんかは、えー、このボーカルキャンセル機能のまあ簡易的なものなんですけどもついています。でこれもですね楽曲によってはすごく効果があって、まあ、ボーカルキャンセルすることでですねギターの音っていうのがすごく前に出てきて聞き取りやすくなる場合もあります。ですから本当にこの BOSS の j s テンはですねもうかなり前のモデルになるんですけれども 耳コピーをする場合は非常に重宝、えー、しています。で、あとはさっき言ったですね、えー、まあ、ピッチ、楽曲のピッチの微調整もできますし、まあ、ピッチ変えずにですね、速度も、えー、50%の速度まで落とせますで。あとは簡易的なボーカルキャンセル機能もありますので、非常にですね、えー、まあ、耳コピーするには向いた機材かなと思いますね。で、当然その、えー、ぜいす店内にですね、オリジナル音源のデータを取り込んでしまえば、 自分のギターもですね JS10 につないで同時に鳴らすことができますし音量バランスも自由に取れますので、まあ、非常にですね重宝する機材ですね私にとっては。 で、あとはですね、パソコンなんかで、こう、YouTube の動画、えー、見ながらですね、えー、耳コピなんかする場合はいつも、まあ、これも解説動画、えー、撮るときによく使ってますが、オーディオインターフェースですね。まあ、私はいつもヤマハの、えー、AG03 という機材使っているんですけれども、まあ、YouTube 動画を聞いてですね、耳コピする場合も、この、えー、AG03 の機材にですね、えー、ギターアンプから、え、直接、ラインに繋いでいます。 で、YouTube の音源と自分の弾いているギターの音をですね、同時にヘッドホンから聞くことができるような設定にして、それで作業を進めているような感じですね、まあ。とにかくですね、もうギター始められたばかりの方にとってはですね、耳コピーっていうのはかなりハードルが高いと思うんですけれども、今回説明したようなですね、耳コピーに向いた環境づくりっていうのをまずすることが大事かなと思いますので。 環境を整えた上でですね、じっくりと、えー、耳コピの方に取り組んでみてください。コーターミュージックで現在運営しておりますプレミアムチャンネルでは、こういったギター演奏上達に役立つ解説動画、すでに200本近くご覧いただけるようになっております。ご興味おありの方はぜひホームページチェックしてみてください。ホームページの URL はこの動画の下の動画概要欄に貼り付けております。 あと今回の動画なかなか良かったよと思っていただけた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。